よし。よし。よし。オッケー。で、これは？何？これは何？さっきからジャンプ力すげえな。ねえ。うわあ、危なかったな。危なかった。いいか、スクラップ場は遊ぶと危険な場所だ。わかったな。はい。あ、ここ危ないやつだね。ちょっとタイミング見計らっていかないと。うん。もうこのまま行っちゃえばいいかな。でも。てや。よし。乱暴だよ。組み立てるぜ。うわ。ダメージはない。オッケー。なんて微妙な矢印だ。え、ああ、穴が入るのか。うん。彼女をくすぐられるのは苦手か？なんだって？苦手なのか？以前俺が強盗に遭った時、くすぐられてカードの暗証番号を教えちまったことがある。脅されたって言ってたろうに。いやー、もっとくすぐるぞって。相変わらず喋るね。くすぐったかね。ような考えを起こすなよ、クラッチ。大地、お前はもう俺の暗証番号を知ってるだろ。まだ誕生日の数字にしてるのか？いやー、双子の妹の誕生日に変えたよ。あんま良くないんだよね、なんか誕生日するとか。本来ね、なんかこういう暗証番号って。その言い方だとちょっとなんか俺言わない方が良かった方のやつだよね。よし、倒そう。おお、すごいカンフーの経験が生きる。よし、足元にも言わん。貴様らじゃ10年かかっても俺には勝てん。何？え？うわー。あ、なんかあるね。嘘、持ってくんだ。右のところ。そこに置いて、組み立てて。エンジンオイルの交換も怪しい俺にしては上出来だ。また来たね。すごい泥棒だね。スロー押しくれ。吹っ飛ばしたんだけど今。あ、今ちょっと危ないの。よし。完全に怪我した。相手怪我した。うん。さあ。容赦なし。立て。さあ、忍者。忍者。あれ？カウンター専門か。そういうこと。あー、そういう敵もいるんだ。へえ。はい。うい。手こずらせよ。組み立て。イエス。すごいよね、忍者が組み立ててるなもんね。だって。え、待って。今危なかった。積みかけたね今。ね。うん、あ、グラップルガンで引っ張るタイプ。こういう車を踏み台にしたらどうだ。よいしょ、よいしょ、いいぞ。よし、行ってみよう。はい。どけお前ら、邪魔だよ。あ、じゃあ普通に違うんだよ。そっちじゃないんだよ。じゃあもうつまり。普通にそこ伝っていくんだよ。だから、うん、どっかに登れる場所。あ、そこの上に乗って多分。うん。あ、泥棒ポイントもあった。
本当だ。そういえば、忘れてたわ。ゲイ。で、ダイナマイト。違う？ダイナマイトだよね。ダイナマイト。ああ。こっちに。とね、左。どっちか。あ、の乗ってちゃっていい。うん、乗ってちゃっていい。やその先にあるんだよ、きっと。よーし。そこだ。ファイナホール。なるほどね、これでちょっと道ができる的なね。宇宙飛行士か。スクラップ製のごめん、全然違うこと言ったわ。ワープしたら灰に変わってたなんてごめんだぞ。おお、来た来た。また悪党どもか。少なくとも頭が逆になったりはしてないようだな。火を消せるのは消防士だけです。ってことは消防士もそろそろなんかあったりするのかな。よし、いいねいいね。ほい。え、でも格闘うまいね、戦闘うまいね。よっしゃ。完璧だ。完璧。チェイス、ここから下ろして。わかった、もう少し頑張れ。本当。今行くぞ。危な。大丈夫なの？大丈夫じゃないでしょ。ナタリアならセーフみたいな。いや、こっちには、忍者ナタリアがいるからね。忍者ナタリア踏み下がるぞ。よし、あ、なんか揃った。あと1個でなんか揃っちゃうね。腕が痛いわって言ってたけど、使われてんの足だからね、あんた。まだないかあれ。でもない、なんかそういう時さ、なんか、頭打ったけどお尻が痛いみたいな時。ない。よし、よし、ジャンプ。ようやくね。あ、そのありがとうって意味よ。 X 押しなんでしょ。そっと下ろすボタンを見つけるだけだ。だいぶ乱暴だけど。そっとではないね。ああ、違ったか。まあいい、万丈けな。アイスを無理に食べさせられて。いいな、スタンドスキー。社長が来ないうちにトンズラするぞ。またな、チョイス。オンに切るよ。頑張った頑張った。するな、ナタリア。お父さんは見つける。約束する。君を傷つけたくない。そう。わかったわ。もう無茶するな。わかってる。今のはなしでお願い。まあしょうがないね。ああ、仕方がない、今のは。俺たちはどれだけの車を破壊しているのか、あと1個だった。1個だったね。で、取ったんだよね、ジェイス・マケインを。うん、55か。半分。でも半分なんだね。ゴールドブロック獲得。また24。次へ行くぜ。行こう。お、チャプター9。飛ばされて、飛ばされて、バイバイ。そしてこの忍者である。連絡だね、貴様か。別に貴様使いませんね。チャンが姿を変わらしたぞ。おかげで奴の逮捕が難しくなったじゃないか。俺は救出に。言い訳は聞きたくない。この件に肩がつくまで
お前は森にあるハックルベリー保安官のところに移動だ。とりあえず多分そこに行くんだろうね。まさか、あそこはレゴシティで最も犯罪が少ない。だからこそお前を飛ばすんだ。面倒を起こさないようにな。レックスの捜査はどうする？最も有能な部下に任せた。ひぞっこだよ。私には息子同然の存在だ。私には似ても似つかんがねえ。結果を出せるのはあいつ以外にいない。もらえるかな、このクソ野郎。なんかでもフラグじゃない、その少ない町でなんかあるかもよ。とりあえず行こう。うん、うん、よし、車だ、ね、車だ。ミッション1個クリアしたんで、ライル君、はい。ね、なんだその顔は。どうしたんだよ。何を動揺してるんだよ。今のはイエローカードものだよね。もう1枚で退場だよ。困るわ、俺1人とか困るわ。でも今のなしで。いいよ。やった、優しい。ありがとう。ありがとう。どう。エントランス。ジェイス、やあ。あ。出た。フランク、出たとか言っちゃった。本当に配管工の資格を持ってるのかね、ハニー。もちろん。ハニー。別に。ハックルベリーが。フランク、俺は正面から行く。君は横から踏み込め。さあ、祈りを。捧げな。これは失礼。いやあ、チェイス、ちょうど芝居の稽古が終わったところだ。あ、生きてたか。生きてたね。よかったよかった。なるほど。めっちゃ腕組んでたけど今。タクトしのぎでもないとな。騒ぎなんて何も起きやしない。あれ、鍵がかかってた。落ち着け、デレク。二人とも心配するな。所長から話は聞いてる。勤務表も作っておいた。フランク、君にはコーヒーを切らさないようにする係を頼みたい。わかりました、ハックルベリー保安官。チェイスは壊れちゃいました。デレク、攻撃だぞ。めっちゃ音リアルだったよ今。チェイスの農場から逃げ出した豚を捕まえてもらうとしよう。農場は南にある。そう以上にリアルだったな。本当はな、自分で行きたいところだが、セリフをまだ覚えてないんだ。お任せを。セリフ覚えてないなら仕方ないよ。あ、チェイス、ね、うん、豚ちゃんたちに会いに行こう。触れ合い動物園じゃないんだぞフランク。そうとも、早く豚どもを見つければそれだけ早くレックスを追う仕事に戻れる。見て、馬がいる。あ、乗れるのかな。そうだな、馬に乗れるのか。これってマニュアルかな、オートマなら平気だ。君は歩いた方が良さそうだ。そうだな。また後で。だって思いっきり後ろ向きで乗ってなかった今。だね、ほんとやることはなすことダメだなあいつ。え、あ、すごいやりやすい。普通にスティックで移動だけ。うん、こいつは便利。ジャンプもできる。頭がない。この上、尻が妙な形で。君が逆にまたがってるんだ。どうりでリンゴを食べさせても喜ばないわけだ。ありがとうチェイス、登場で会おう。めっちゃ笑ったわ今のは。とんでもないやつだな。面白すぎるだろ。いいね、なんか案外一番いいぞ。しかも速力もそれなりにある。それなりにあるよね、なんかそこがいいよね。せっかくだから乗っていこうか。でもそこそこあるんだよね、距離が。こっちから行けないか。
ジャンプするたびに馬が殴っていうね。あ、メールだね。いいよ、別に。そうだね。だって。まあどうせどっかアマゾンとかそこら辺の。アマゾン。アマゾンからね、おすすめ商品が来た、ね。お、なんで何の？サブマシンガンの予備マガジン。これ聞いた俺がちょっと間違ってた。よし、着いたぞ。よし、おとがめはなしだ。仕方のないことだ。多少の犠牲はつきもの。おお。いいな、なんか突然すごい平和な感じになったね。乗っとんねえ。豚の反乱が。やあどうも。まあやっと来たか。豚たちを捕まえてくれ。まさしく警察官がやる仕事。そうだな。マウンテンピックですごく貴重な。豚の箱にぶち込んでやる。心配でおかしくなりそうだよ。もうなってるな。大丈夫だよ。彼はチェイスマケインだ。豚探しなら彼の右に出る者はいない。どうもハニー。まあ見つけるのは簡単さ。豚は空を飛んだりしない。待って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 、今アンテピックは至る所に現れる。うわあ、ここで待ってようかな。戻ってくる豚を待つ。わかった。レックスを追わなきゃならない。農作業用の格好でないと豚が怖がるぞ。マジか。オーバーオールがあるからそれを貸してやろう。そいつはどうも。豚小屋掃除の時に使ってたやつだ。ほう。で、匂いがひどいからな、戸棚にしまい込んで開かないように鍵をかけた。それでな、その鍵は畑に埋めちまった。マジかよ。鍵を探すならトラクターを使って畑を掘り起こすといい。とりあえず畑だね。ちょっと修理が必要かもな。修理って言っても組み立てればいいだけじゃね。ああなんかいいな、すごい平和音楽が。オイルを刺さなきゃいけない。マジか、これだけで乗れると思った。オイルの缶はどこに置いたかな。あのオイルを探し出すには自分の足跡をたどってみないといけないな。だいぶ答えにもう限りなく近いこと言ってくれたんで。だいぶだいぶだいぶ距離がある。ここか。オッケーオッケーオッケー。本当に平和だな、なんか、いいねいいね。別に牧場物語をしているわけではないぞ。牧場物語実況プレイ。ちょっとこの回だけそのタイトルであげる。いいんじゃない？いいんじゃないの？怒られるよね、うん、なんかマリオとかで見たことのある魚釣っちゃったしね。ねえ、あれはアウトだよ確実に。よし、まるで新品だ。鍵を埋めた畑は向こうだよ。広っ。バカじゃねえ。ついでに人も耕してこう。そうだね。あ、一発でそれ食らうかい。一回で何ここまでやろ。でもさ、このポイント入ったらさ、もう人を戦いしたな今。ああ多分。ねえジェイス、あなたがデュークおじさんのところに行ってるって聞いたわ。
調子はどう？欲しかってだからここのあるとこだけでいいのかな。じゃあ探さなきゃならないってのに畑で鍵を探してる。臭すぎて戸棚にしまい込まれたオーバーオールをその鍵で取り出し、おあった。俺は豚を捕まえる仕事をしてる。ああそう。なんか回収できてる。もしかして音声スキャナーを使えば豚を見つけられるかも。ああこれでうまくいくぞ。じゃあまたね。お礼でいいんじゃない？ありがとうエリー。一応もろこしもコンボのうちに入る。入るね。よし、あと1個。勝ってる強いで破壊してるからね、どうも。あ、残っちゃったのか、じゃあ。よっ。出てきた。忍者。ケイ。で、オーバーオールだね、次は。うん。ヘイズ。パープルヘイズ。こっち。あれ。これか。で、手に入れる。農場作業員。あたたたたた。そのマークね。うん。オッケーオッケー。で、そこに行って音声スキャンをすると。さっき星草の上にもあったな。あった？うん。あれ？あ、そうだ。思ったほど臭くないな。待てよ、匂いが。変、どうなんだろう。一応変えとく色。早く豚を探そう。おお。美味しげるね。いいね、いいね。さあ、破壊者から生命を与えるもの。よし、オッケー。この世のものとは思えない不思議な光を見たと思ったら、うん、宇宙船の中に吸い込まれてしまったんだ。若干この早めに行く感じで、この俺は何か変なことをされたんだ、うん、ああ、変なことって調べられたのさ。うん、つまり、いろんなことを根掘り葉掘り聞かれたんだ。うわ、それから機械を体に。ララララ、聞こえない。あ、そういうことね。ララララ、そういうことできるんだ。やっかましいやつだな、本当にハニー。あいつだけミュートにしたい。こういう感じで、うん、なんかいけるのか。へえー、そういう機能、そういうのあるんだ、すごいな。コンバインは新車だからダメだ。新車のコンバインがあるの？落ちた。なあ、そうさ、新車のコンバインさ。キーを貸してくれない？間違えたわ。そう言ったの。そっちじゃないよ。ターゲットこっちだよ。効果オッケー。ものすごいニオトリだな。で、うん、ここまで行くのね。オッケーオッケー、分かった。もうこう若干勢いつければ、うん、いけるね。で、うん、うん、生やしちゃおうね。めっちゃ伸びたな。暇は光る。スピーカーみてえだな。ああいうスピーカーありそうだよね。ね。結構可愛いと思うけど。いいよ、いいと思う。ああいうの。あれ？あ、普通にいいのこれね。そうだ。こうだね。この辺。いた。豚スポーでー。